山梨交通電車線は、山梨県甲府市の甲府駅前駅から同県、南駒郡増穂町の茅やお駅までを結んでいた、山梨交通の軌道路線である。地元では、ボロデンとも呼ばれていた。国鉄甲府駅の駅前広場にあった、甲府駅前駅から、平洋軌道で、市内中心部を抜けた後、市街地南西端の荒川橋で、荒川を越えて、 専用軌道に入り、そこから、海西地域の平坦部を逆 L 字型に走り抜けて、マス補の中心部にある海青柳駅に至っていた、郊外型路面電車であった。全線 20.2km を所要時間55分ほどで走り、30分間隔で運行した。終点海の青柳駅からは、梶じ沢口駅までのバスの便もあり、 最盛期には年間に200万から300万の利用客の足となった。しかし戦後は急速に推微し、1962年に廃止に追い込まれた。甲府駅前荒川橋間は平用軌道となっていた。1953年以前は市内のルートが一部異なっていたため、路線距離は2 0 3トル、駅数は30駅であった。また路線名は、 当初の路線計画の名残で、甲府駅前、警察署前間が、市内線、警察署前から、愛い町間が、西城町線、愛い町より、先が、西武線と呼ばれていたが、運行系統は一本の路線で、書類上だけの区別であった。当線の成立には、甲府市から勝沼、梶じかを結んでいた、馬車鉄道の、山梨馬車鉄道が大きく関わっている。 この路線群が開通したのは、千秋京柳町伊沢勝沼間が1898年、柳町梶川沢間が1901年のことであり、当時はまだ中央本線も甲府には到達していなかった。このような状況下で、山梨場鉄線は、甲府の繁華街である柳町を中心に、路線網を持っていたこともあり、唯一の鉄道系交通機関として重宝され、 勝沼方面では、中央本線からの連絡輸送で、梶川方面では、藤川の周運と連携して、貨物輸送や、ミノ山への観光客輸送で大いに賑にわった。しかし、1903年に、中央本線が、甲府まで到達して、連絡輸送が不要となった結果、勝沼方面の路線が停滞打撃を受ける羽目になった。これに対し会社は、 甲府駅前への路線を新設し検討したものの、かなわず、結局地元出身で各地で、鉄道経営に関わっていた、実業家、天宮慶次郎に助けを求め、1906年に、新会社、山梨軽弁鉄道を設立して、路線を譲渡した。これによって経営が立ち直り、短期間ながら以前以上の勢いを取り戻すに至る。ところが今度は、富士見の部鉄道が、 じりじりと富士駅から甲府駅を目指して北上を始めたことで、梶じ沢方面も将来的に打撃を受けることが確実となった上、市内でも乗り合い自動車の運行が始まったことで、決定的に追い詰められ始めるようになった。過去に蒸気化や電化を試みて失敗していながら、これを放置していたこともここに来て響いてきて、まさに崖っぷちの状態になっていた。 そのような状況下で登場したのが、地元の名士であった、金丸総之助が1924年に設立した、甲府電車軌道である。この会社は、甲府市内や、海任市、京南地区に大路線網を計画していたのであるが、その計画路線の一部は、山梨京弁鉄道の路線と重なっており、競合が予想された。 倒れかけているとは言っても相手も一つの鉄道会社、面倒ない境をしたくないと考えた、甲府電車軌道は、あらかじめ競合の目を積むため、そして山梨軽弁鉄道が開拓していた路線を手に入れて、計画の踏み台として利用するため、同社を買収することにしたのである。かくして1925年に、山梨軽便鉄道の路線を譲り受けた、甲府電車軌道は、 既存路線である馬鉄線の運営方々計画の具体化を目指すこととした。このうち甲府梶川間は、市内だけ馬鉄の線路を一部使用する形とし、そこから先は、富士見信鉄道との衝突を避けて遠く離すことにした。その結果、海西地域を経由する逆 L 字型の路線が計画されることになったのである。翌1926年、会社は、 甲府梶じか館の内甲府青柳ぎ館の免許を受け、用地確保に乗り出した。しかし、平洋軌道区間では、馬鉄がもともと走っていた甲府駅付近や柳町は、ともかく、愛い町から先荒川橋までは、道の狭さに苦しめられ、専用軌道区間では、用地買収と釜無川側の架橋問題、さらに資金難に泣かされ、 具体的に工事が始まったのは3年後の1929年となってしまった。なおこの前年に、馬鉄線は工事のため休止され、工事が始まって、すぐに社名を、山梨電気鉄道と解消している。1930年に入って、青柳梶川間の免許を取得した山梨電気、鉄道は、同年5月1日に、久川大井間を開業させるに至った。 その後小刻みになんとか、上市田青柳間を開業させたものの、平洋軌道部分は、問題が山積みですぐには動けず、青柳梶じか沢間は、用地買収が、まだということで、そこで工事が一旦止まってしまい、丸二年間頭と尾が欠けた状態のままであった。それも、平洋軌道部分の問題をなんとか解決させ、当初の柳町経由から舞鶴通り経由に、 変更したものの、じわじわと、開通。1932年12月27日に、ようやく、甲府駅前引くかやおや議官が全通することになった。しかし、ここで、山梨電気鉄道自体に問題が発生した。1931年に創業者の金丸が死去して、後、会社の経営が一気に悪化して、借金で首が回らなくなったのである。 この事態を重く見た最大の債権者、日本工業銀行は、債権を確保すべく、新社長、戸坂小三郎を送り込んで合理化に取り組ませた。だがよそ者が、経営者となったことに対して、株主の反発が強かったばかりでなく、この間に、伊沢方面の路線建設に関して、内務省から、工事状況についての報告を督促され、対処に困って、儀主が、 病気と答えて、逃げたり、工事施行許可申請書の取り下げをしようとしたりと、迷走を繰り返し、思うように経営合理化は進まなかった。しまいには1936年に、青柳梶じ沢間館の特許が失効してしまう事態になり、都藩社長は辞任。経営も日本工業銀行から新たに設立された、財産管理団体、山梨電鉄機動財団に移り、 経営全般にわたって、強制管理を受ける羽目になってしまった。輸送、収支実績さすがに、ここまで路線ができているのに倒産はまずいと、県も巻き込んでの再建策が進められ、再建者の一社で、久川日本社を持っていた、電力会社、改正電力がその受け皿となることが検討された。その結果、百三十七年に、日本工業銀行が、 幸福裁判所に山梨電気鉄道の強制競売を申し立て、1938年に改正電力が設立した新会社、海西電気鉄道が落札するという形で、全事業の譲渡が行われた。海西電気鉄道は、専務の斉藤千介をはじめとして、やり手の経営陣が揃っており、電車線の経営改善に大きな効果をもたらした。 1939年には本社を甲府駅前電停のすぐそばに移転させ、さらに副業として食堂も経営するなどの経営戦略も会社を大いに盛り立てた。戦時中にも当選の営業は好調であったが、折からの交通統制により、山梨県内でも民鉄や自動車会社の統合が行われることになり、1945年5月に、 山梨交通電車部として統合されるに至った。戦後間もない頃の甲府駅前を走る山梨交通電車線。昭和21年頃の撮影。山梨交通となってからも電車線の営業は好調であった。特に1945年7月の甲府空襲の際斉藤専務の素早い判断で、上石田駅に全車両が避難させられたのが大きい。 これにより、市内部分が普通となったものの車両はすべて無事で、すぐに、上石田駅を、仮起点駅として、運輸を開始した。空襲で、乗り合い自動車が、壊滅的な被害を受けていたのでこの処置は、大きな乗客像を生み、地元の強力な足となった。しかし、戦後数年して、乗り合い自動車が復興し、戦災復興の波に乗って一気に追い上げをかけてくると、 電車線の勢いにも陰りが見え始めた。1953年には、戦災復興事業により、甲府駅前周辺の街路が整理されたのを機に、国鉄との連絡運輸を期待して、甲府駅前電停を移設してホーム付きの電停とし、さらに公園利用者や県庁職員の利用を見込んで、中央本線の線路側まで延伸した、舞鶴通り上を直線で走るようにルートを、 変更したが、期待した効果は上がらなかった。さらに1959年、台風7号と15号が連続して、県内を通過するという不運に見舞われ、電車線も区川車庫の倒壊や、路盤流出など大被害を受けた。これが、決定だとなってしまい、1961年に、廃止が決定。翌1962年7月1日に、 開業わずか30年余りにして、全廃となった。廃止後、甲府市内の渋滞感は、甲府盆地西部の交通の便のために、LRT による新しい鉄道を模索しては、どうかという提言もなされている。廃止時のもの。甲府駅前はサボなどでは単に、甲府とされていた。路線廃止に先立って、廃駅となった駅を以下に上げる。 すべてが市内の平洋軌道区間の電定である。なお、設置区間は、廃止時の電定名で示してある。前述の通り、電車線は、ボロデンとの別称で呼ばれていたが、由来については、諸説ある。山梨交通では、以下の4つの説を紹介している。また、かつて存在した山梨馬車鉄道も、ガタ馬車と呼ばれていたため、車種の中では、これらの表現は、 甲州地方の地元民独特の親しみを込めた表現と推測している。画像右上の荒川橋より左下へ、県道5号線と並行して伸びているのが、廃線跡の通称、廃軌道である。車道の識別性向上のためコントラスト調整及び、モノクロ画像に施す。甲府市区川、特攻付近。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成甲府駅から県庁と県民会館の脇を通り、甲府市あいおいから西に進路を変え、荒川橋伊勢は専用軌道を通った。1953年までは平和通りの一部を通る形で、県会議事堂と県庁の敷地の縁を通り、県民会館まで至っていた。その後は廃軌道として知られており、 現在では自動車道になっている。荒川橋バス停が橋の真ん中にあるのは、電停の名残であるという。北西側に、本来の自動車道が並走しているが、地図を見れば緩やかな曲線と直線でつながった道路が、いかにも、廃線跡である。甲府市上田には、駅の跡がわかる場所がある。区川駅横にあった、車庫跡は、同社バスの区川営業所となった跡。 山梨交通 SC を経て、2006年現在では、家電量販店の小島がある。この辺りの区間では、県道5号線は3本に分かれ、北西から本来の自動車道、廃棄道、新しいアルプス通りと並行して走ることになる。開国橋で釜梨川を渡ると、西氷と呼ばれた甲府盆地西側の戦場地に出る。 40パーミルの坂を登ると、上今、諏訪駅の後に、上今、諏訪バス停がある。西の、在家塚と果樹園を通り、いいのから進路を変え、甲府盆地の西の園を南下する。駒高校前、小市城、京佐は、長沢新町と走り、当時天井側だった利根川をくぐると、やがて廃軌道は土台底が、終点階の青柳であった。盆地を走る。 比較的平坦な線で、トンネルは、利根川をくぐるものが唯一だった。2020年12月には、久川駅跡の山梨交通所有地に、電車線跡記念碑が建立され、ミニ公園として一般に公開された。開業に備えて1929年に、天宮製作所で製造された、全長13メートルの半抗生二軸ボギリ車。 モハ1モハ6の6両が製造され、廃止島で主力として使用された。1954年に、終電装置をトロリーポールからビューゲルに交換している。廃止時点の車体塗装は、オレンジ色であった。側面は両端に、片開き扉があり、扉間に12枚の加工窓を廃していた。高床構造ではあるが、甲府市内の路面区間を走行するため扉に、 折りたたみ式のステップを設置していた。ヘッドライトは工術の7型ともども着脱式で、前面窓のすぐ下に取り付ける方式だった。1938年に廃止された、城南電気鉄道から譲り受けた、木造二軸端車。1926年、城南の開業に合わせて、蒲田車両で製造されたもの。 五両を譲り受けており、一型がもは一もは六までであったことから、その俗版とする形でもは107もは111の番号が付された。全長8メートルで豆電車とも呼ばれたようである。1940年にもは110が秋保電気鉄道に譲渡され、もは111が廃車となり、1955年にはもは107もは108が廃車となった。 モハ109は、廃止時点まで車席があったが使用されていなかった。利根川公園に保存されている旧モハ7型の、江ノ島電鉄8011948年に、汽車製造会社東京支店で製造された、全長13.8メートルの半高性二軸ボギー車、モハ7モハ8の2両が製造された。側面両端に乗務員用扉を設け、 その隣に、片開き扉があり、扉間には12枚の上段固定下段上昇窓を廃止していた。その他の構造は1型に準じる。廃止後は、上田マリコ電鉄に譲渡され、もは2340型となった後、同社のマリコ線が廃止された1971年に、江ノ島鎌倉観光に譲渡され、同社の800型となった。チョコ電として、江ノ島、 鎌倉の人々に親しまれながらも老朽化に伴い1986年4月に廃車された。801は同年6月故郷に里帰りし、三扉化された江ノ電での晩年の姿のまま2006年現在も南駒郡藤川町の殿川公園で保存され、802も静岡県裾野市の十里木公園別荘地内に生態保存されている。 開業に備えて1型と同時に1929年に天宮製作所で一両製造された木造二軸炭車の電動貨車。小荷物輸送に使用されたが、後に使用されなくなって今、諏訪駅に留置される状態が続いた。最後には故障して動かなくなり、廃止前の1961年に廃車となって現地で解体された。 このため馬鉄線の路線が使用された部分は少なく、当初計画ですら、甲府駅前から柳町通りいっぱい、せいぜい 1km 程度であった。市内区間開通後は、それが 600m 程度まで、短縮。1953年のルート変更以降は、警察署前、電停手前の 150m のみとなってしまった。計画上は、 伊沢方面の路線なども使用する予定があったが、計画のみに終わったため、結果的にほとんど、馬鉄線の路線を継承しないまま終わった。本来ならばこの時点で、山梨電気鉄道は解散したはずであるが、民鉄要欄には休止となって、廃止許可申請も出されずに放置され、特区の昔に特許が失効していてもおかしくないはずの、馬鉄線が、 1986年版まで、同社名義で、長期休業路線として掲載されていた。この項目については、謎が多く、同社が、休眠会社として存続されていて、特許を持ち続けていたのか、それとも、同社の存続の有無に関わらず廃止許可申請が、なかったため特許を持つものとして載せ続けていたのか。 ともかくこの時期まで特許が継続したものとして扱われていた理由はつまびらかでない。帝国銀行会社洋録昭和18年にまだ山梨電気鉄道は掲載されており、常務の矢崎は改正電力の取締役であり、また山梨電気鉄道と海西電気鉄道の住所は同じ甲府市立花町18である。同社では社長を置かず、専務が社長を兼ねていた。 親会社の会議主電力も同じ体制であった。ありがとうございます。